今がそれなんだぜ。最高だぞ、光一君。君のリアリティを僕のものとさせてもらうぞ。 どういうふうに足がついていて、どこに目があるかとか、メスとオスの違いはどこにあるとか、クモを描く場合、漫画家は見て知っていなくてはいけない。クモの糸というのは空気に触れて初めて固まるのだが、その糸はどの穴から出て、どういうふうに内臓が詰まっているのかとか。 腹を裂かれた雲は死ぬ前にどんな風に苦しみもがくのかとか、リアリティのために知っていなくてはならないのだよ。残酷だ。残酷。ど素人の小僧がこの岸辺露伴に意見するのかね。いけんだなんて、そんなすいません。味も見ておこう。 やっぱり世間のイメージ通り、漫画家って人は変わった人間なんだ。Just when you think you're safe, overhear some hissing from right behind, right behind. That's a nice life you have, shame it's gotta end at this time. ちょっとこっぱずかしいが、これなら問題なく駅まで行けるぞ。ああ、行けるね、岸辺露伴。しかし忘れているぞ。木野と正蔵が渡っている時は僕が邪魔しなかったことをな。おい、そこのバカ、何ボケっと歩いてんだよ。なんだとこれ。に、おい、振り向けよ。なんだと。忘れているのはお前の方だぜ、チープトリック。 木野と正蔵にはいなかった。ヘブンズドアはいなかった。何？よし、これで背中を見られず問題なく歩けるな。どんな見たいのかい？どんなスタンドか。いいよ、見せてあげるよ。<笑><笑> 露伴先生。<笑>おお、あ、露伴がペンを握ってるな。やろう、まだやる気。違う、気を失う前に今のことをメモとスケッチしとくんだよ。いい話だな。それに実にすごい体験をさせてもらったよ。嬉しいな。こんな体験めったにできるもんじゃないよ。これを作品に生かせば <笑>得したな。森生町に引っ越してきてよかったな。ダメだこいつ、死なねえ限りどんな酷い目に遭わしても漫画のネタにしちまうぞ。もうここまで来ると褒めるしかないね。善悪の区別はないんだけど、ある意味ではこういう姿勢憧れるな。本当スーパー漫画家だよこの人。<笑>そこにやがったら漫画家。まだ殴り足らねえぞこら。<笑><笑>あいつ、 じゃんけんで決める？いいだろう。行くよ、じゃんけん。ファルコンパンチ。